西野美希チャンネルを見ている皆さん、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、私は2022年11月22日に山本圭一さんと結婚しました。今動画回してるのは実はまだ入籍前で、今11月の16日でまだ籍を入れてないんですけど、今から婚姻届を書こうと思っていて、婚姻届を書いているところをちょっと残したいなと思って今動画を回しています。ということで、ちょっと私の旦那になる山本圭一さんに登場してもらいます。どうぞー。どうもーどうもー西野美希チャンネルをご覧の皆さん、どうも、極楽とも山本圭一です。うちのね、まあ、妻。妻になってますよ、もう。なるんですけれど、まあ、まだね、11月の16日なんです。これ見てる方はもう23日なので、昨日22日に婚姻届を出しに行くと。はい。いうことになってますので。そうです。あと6日後だ。はい。じゃあ書きますか。書きますかってね。まあ一応この、まあね、私もあんまりこういうの見ないけど、ゼクシー。ね、私はピンクの婚姻届で絶対に結婚したいと思ったんで、私もそれといったらゼクシーでしょってことで、もう速攻にゼクシーを買って、じゃーん、ピンクの婚姻届をゲットしました。知ってる？ピンクの婚姻届。いや俺全然わかんない。茶色っぽいやつでしょ。本来は多分茶色か緑じゃないかな。ピンクの婚姻届いくらや。なんかいい夫婦の日にさ、ピンクの婚姻届で出すっていう、ベタベタすぎてさ、可愛いじゃん。54歳がさ、ピンクの婚姻届け、いや、まあ、可愛らしくない？そうですね。初めて見た、私、結婚届け。婚姻届けね。それでは書いていきましょうか。なんか実感してきた。おっとり、ちょっと待って。丁寧に書きなよ。なんか実感してきた。妻になるんだ、私。信じられない。緊張するんですけど。もう西野じゃなくなるってことでしょ。はい、すごくない？ねえ。いや、すごくないっていうか、まあ、実感してない。まあ俺もまだこう実感はまだ湧かないね。ちょっと実感した。これでこうやって書くんだ、初めて見た。で、なんかちょっと恥ずかしいね。ピンクの婚姻届け、この人たちゼクシーのピンクの婚姻届けにしたんだって、ちょっと恥ずかしい。世帯主ってどうなるの？いや、俺だよ。うわ、これを届けたら結婚してるってことになるんだね。うわ、すごい。で、初婚でしょ。初婚でしょ。何、やめて。ここにして初婚だよ。ここに来てどうしよう。実は再婚でしたとか言われたら、おい、あ、これ、これ、私が買ってきてあげたやつ。はいはい、すごい。ほら、もう、うん、うわー、だよね。ねえ、絶対。ねえ、だよね。そうだ。俺間違えてる。これ部屋の名前じゃん。部屋の番号じゃない？うん。間違いじゃん、これ。え？嘘でしょ？まさかの。もう一回書かなきゃ。もう一回ジェクシー頼まなきゃじゃん、これ。ちょっと、もしかしたらこれ、ボツになるかもしれないってこと？でも書いてあったら調べたら、何個か用意しといてくださいって。で、そうだ。だからあなたさ、はい。一枚だけで勝負するからこういうことなの。下書きが何枚かいるんだよ、こういうの。だって、そしたらこの本さ、5冊ぐらいあることだ。いや、だから、これを本ちゃんにして、練習用にこの婚姻届をもらってくればよかった。3枚ぐらいもらってきて、これ書き方のなんかあったはずなんだよ。あった、書き方書いてあったよね。ダメだ、もうこれ。なんでー、ボツじゃん。ここあったよ、さっき書き方のなんか。もう一回頼むよ、じゃあ。失敗だ、まさかの。あった、これだ。ほら、これ。あ、でも書いてるよ。あ、そういうことか。もう書く場所が間違ってるわ。間違いだよね、これ。間違い。間違いでした。今から、婚姻届を書く予定だったんですけど、二人ともが、住所を書く欄を間違えてしまったという大事件が起きたので、もう一度ゼクシーを頼んで。ゼクシーを頼まなくてもう。いやだ、ピンクで出したいもん、私。
じゃあ納得いくまで。どこでも売ってるでしょ。売ってるよ、本屋に。ゼクシーをじゃあ5部ぐらい頼めば5枚あるでしょ。そうそう。じゃあちょっとこれは失敗ということで、はい、あの後日ちゃんとしたのを書いて、きっとこの動画を見てる頃にはちゃんとした婚姻届を届けていることでしょう。じゃあきっとなんでこうなってるかわかんないから、ちょっとだけなんで2人が今こうなってるか説明して、簡単に。はい、この度11月22日に私は本圭一と西野美希が晴れて婚姻届を提出して入籍したということになります。はい、どうして私たちが夫婦になったのかと、あいつ夫婦って言うと本当に実感してきた。はい、まあそれは圭一チャンネルの方を見ていただいたら、うん、はい、生配信もしてたりいろいろするので、いろいろ皆さん見漁ってください。あと今までの2人の動画とかもちょっと遡ると、いろいろなんか全くその気がない時の動画とかも面白いのでぜひ見てください。全くその気のない動画がほとんどです。確かに。じゃあ最後に私の好きなところ言ってください。大雑把なところです。それじゃあさ、なんか良くないじゃん。それだってえってなるじゃん。いや小さいことにこだわらない、こう見えて。あ、うん、で大雑把っていうのは悪い言い方にも取れるかもしれないけれど、うん、なんかこう寛大なところ、こう見えて。でまあ寛大だけどちょっとこうなんかネガティブみたいな思考もあるんだけれど、まあそれは私がポジティブすぎる分、こうプラスマイナスがこううまいことを加味し合って、うん、私はいいベストカップルかなと自分の中で思ってます。ほんとね、そこまで綺麗好きじゃないところも好きです。いいところです。だからもういい意味でね、なんかすごいこれをどうしてよ、ああしてよとか、もう脱ぎっぱなしにしないでよとか、もう机拭いてとか、あんまりそこまでこだわらない、四角いところを丸く掃除するところが好きです。あ、いいですね。そうなんですか。確かに私は、うん、細かくないんで何でもいい成人なんです。はい、じゃああなたの。はい、はい、私はいっぱいあるんですけど、まずは私のこういうダメなところを好きなところ。ダメなところ。だから大雑把なとことか、うん、その普通は隠すじゃん。隠してて、うん、私さ料理とかもさ、うん、あんまりやらない。まあまああんまりやらないけど、まあできなくはない。ただちょっとたまにやると、こう見ての通りちょっと指をね、人参を切ったら指もちょっと軽く切るみたいなところもありますから、ね、まあそういうところも本当見逃せないんですよね。いろんなところを見逃せない、見逃さない、そういうところがやっぱりね、なんかドキドキワクワクがずっと続くんであろうなという部分。素敵。はい、だからそういう私が普段はこう隠してよく見せなきゃって思ってるけど、よく見せなくて普通にしててもそこを好きになってくれるところ、うん、あとは唇が、上唇が薄いところ、うん、それ長所じゃない、ずっと言ってるじゃん、まあね、上唇が薄くてなんか可愛い唇をしてるとこが好きなのと、うん、あとは死ぬほどポジティブな、意味わかんないぐらいポジティブだから、うん、さっき言ってた通りに私のネガティブ星人が徐々にポジティブになってってるってとこと、うんうん、なんか形を求めなくても楽しいっていうか、うん、デートとか別にしてないじゃない。まあね、そんななんかディズニーデート行ってこれがもうカップルだねみたいな形を作ることにとらわれずに、うん、なんか普通に生活してるだけで楽しいから、そんなことは必要ない。まあまあそうね、うん、それなくても毎日が楽しいところとか、いいこと言ってる。芯を食った言い方ではないけど、なんまあでも分かりますよ。分かるでしょ、うん、言いたいことは、はい、あとは優しい、怒らない、うん、私がどんなに怒ってても怒らない。まあそうですね、32個の年の差があるのでまあその辺ね、あまり気にならないね。もうそれをもうなんか全てひっくるめて、多少何かがあってももう本当大好きなんで、そう、まあ、2人とも大好きなんで、まあ、これからも、はい、私たち2人のことの応援をよろしくお願いします。お願いします。そういう言い方しないんで、もうちょっとちゃんとお願いしますってちゃんと言わないと。お願いします。お願いしますそして、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います、はい、ということでさよなら報告でした。